のアベレージ、そして打点の数が39となっています。2球目です。ドンピシャのタイミング、ヒットになった。ツーアウトからの先制のランナー、まずは初球ストレート、ワンボールになりました。このボールはどうか、真ん中打ち上げています、センターに持っていきました。これは取れない、ワンバウンドヒット、ファーストランナーは二塁に止まります。さあ田尾さん、今のバッティングはどうご覧。さあつなぎました青木、先制のチャンス、期待に応えるでしょうか。どこから行く、あっと打ちました、ライナー性の当たり、ワンバウンド、ワンバウンドした、ファーストランナー二塁を回った、打ったバッターは二塁へ、中継のショートへ、さあセカンドランナーがホームインしました、タイムリーツーベースヒット、続いてファーストランナーもホームイン。いやピッチャーの立ち上がりをうまく見極めましたね。あれ球の投手なんかだと大変ですよね。いや立ち上がり荒れてるのは怖いですよね。そして次の3、最初は空振りになりました。カウント1ストライクノーボールです。さあ2球目、外へ、ボールカウント2ストライク、ここまでの失点が2となっています。際どく攻めるのか、これはボールです。ボールにしてきました。さあ次の4球目は、ストレート打ち上げました、上がった、大きい大きい大きな打球、入った、ツーランホームラン、力で見せます。皆様の仙台の天空に見事なアーチを放ちました。3回の表ホームランが出ています。序盤から優位に立っていきます。今ホームインしました、4対0。これは真ん中ならどうぞ打ってくださいって言ってるのと同じですよ。2点を追加します、4点差に広がりました。あー首をかしげています。ピッチング立て直せるんでしょうか。さあもう一度見てみましょう。